ホーム開幕戦を含むオープニングシリーズでバンテリンドーム人工芝付きチケットを数量限定で販売します。ぜひお買い求めください。実戦登板今日2イニングでしたが、はい、振り返ってみていかがでしたか。いや、すごい力んじゃって、はい、まあでも、まあキャンプでテーマにしてきたまっすぐっていうのは、いいものが出したと思いますけど、まあ、変化球の部分がちょっと、まだまだ、はい、まだまだかなと思いました。まあ、1ヶ月キャンプやって、はい、で今日の結果見てどうでした？まあ、手応えいや、まっすぐは、いい感覚で、力があったと思いますし、はい、まあ、変化球の部分で、こうまだまだ、はい、もっと上がっていけるかなっていうか、はい、まっすぐに比べて変化球がまだちょっと追いついてないかなっていう感じですね。はい、特にどの変化球ってなるんですか？いや、まあ全体的にこう変化もこうコントロールもまだまだだと思いますし、はい、まあ、次回以降の課題になってくると思います。はい、まあ、新たに何か試したことっていうのはありますか？いや、もう新しく試したとかなくて、まあ自分のこう投げる、はい、まあ、配球だとか、感覚っていうのを、はい、マウンドでやったつもりです。どうでしょう、去年の今の時期と比べて今年仕上がり具合、手応え詰めて。いや、まあ、去年と比べるというのはね、去年本当にオープン戦、ね、悪かったですから、まあ、そこと比べるのはどうかなと思うんですけど、まあ、やっぱり投げるからにはこう去年とはまた立場も違うと思いますし、まあ、しっかり責任を持って、まあ、次回以降、はい、またいいものが出せるように投げたいなと思います。今おっしゃったように、より改めて期待する部分というのは今年多くなっているので、はい、改めて今シーズンにかける意気込みを。はい、まあ、チームも新体制になりましたし、大野さんと僕でピッチャー陣を引っ張っていけるように、はい、頑張りたいと思います。はい、お願いします。先ほど大野さんと僕でということをおっしゃって、はい、まあ、2月1日に大野さんがオープン戦から負けられないというか、はい、結構こう責任感のあるような発言をされてまして、それはどういう思いで柳投手は聞いてましたか？いや、大野さんがね、ピッチャー陣のキャプテンになりましたし、やっぱり中心は大野さんですし、みんな大野さんの背中っていうのを見てるので、はい、まあ、ああいうふうに大野さんが言ったっていうのは、全員、心の中心にあると思いますし、まあ、そういう気持ちで僕らも頑張りたいなと思ってます。
まあ、やっぱり大野さんの、ね、存在というのはでかいですし、まあ、でも自分が、ね、その後輩に何か、まあ、見せようとして見せるものじゃないと思うので、まあ、自分はしっかり自分のやるべきことをやって、まあ、そこに誰かが何かを感じたり、まあ、そういうのがこう僕が大野さんから感じたように、まあ、感じさせるためにやるわけじゃないですけど、はい、まあ、いい伝統を受け継いでいけたらなと思ってます。僕が一番印象に残っているのはやっぱり、2年前ですかね、投げるたびに関東完封というのが本当に印象に残ってますし、まあ、こういうふうにありたいっていうふうに、まあ、今でも思ってますし、はい、まあ、そういう部分かなと思います。お疲れ様でした。はい、あのいろいろとまた立場の違う初登板、初戦でしたけど、終わってどうですか？いや、めちゃくちゃ力みましたね。まあ、自分でもこう緊張しましたし、力むだろうなと思ったんですけど、はい、想像以上に力みました。はい、その中でこう手応えとか反省とかっていうところだと、やっぱりまっすぐが、まあ、キャンプでそのまっすぐにこだわってやってきたので、はい、まっすぐは本当にいいものが出したんじゃないかなって思いますし、まあ、そこは良かったかなと。あとはでも変化球がまだまっすぐの精度に追いつけてないかなっていう感じなので、まあ、その変化球の課題っていうのを、まあ、次回以降にやっていきたいですね。あの、まあ、さっきも囲みでも言ってましたけど、はい、立場の違うという中で1ヶ月どうでした？はい、まあ、もちろん去年とは立場が違うというのは自分でも分かってますし、まあ、でも、まあ、別にその立場のためにやるわけじゃないので、自分が頑張ることによってその、はい、頑張って結果を出すことによって、そういうものがついてくると思うので、まあ、こうあくまでもこう今年もまた頑張りたいっていう風なその純粋な気持ちで、はい、やりました。ローテーションつかみに行くのと、まあ、もうほぼローテーションっていう中でやる違いもあるってことですかね、今年。まあ、まあ、調整とかもこうある程度落合コーチも、自分たちの考えを尊重してくれて、まあ、でもそこには任せてもらっているからには責任というのはつきますし、まあ、そういう責任というのは感じながら、例年以上に、まあ、例年以上にというか、まあ、初めて感じるものはたくさんありました。あの YouTube で1ヶ月見てくれたファンの皆さんにメッセージいただけますか？はい、はい、YouTube でいつも応援してくださる皆さん、ありがとうございました。今年もいいシーズンにできるように、頑張りたいと思います。やっぱり沖縄のキャンプでファンの皆さんがこうたくさん来れなかったっていうのはやっぱ悲しかったんで、まあ、来年は、はい、たくさんのお客ファンの皆さんの前で、練習できればなと思ってます。来てください。ね、それありがとうございます。はい、ドラゴンズの YouTube って、はい、このキャンプ中って見てました。なんか印象残った動画ありますか？松木平が真面目ぶってる、岡野が全然面白くないで、守衛さんに YouTube で出ましょうって言ったんですけど、石川忠也出ねえよって言われた。であと、あとは僕と福留さんのシートの YouTube が出た1時間後ぐらいに
根尾と岡林とかのピッチングがアップされたんですよ。でみんなそっちばっかり見て、柳と福留さんの対戦の YouTube の再生回数が伸びなかった。それにつきますね。はい、じゃあ根尾のピッチングに負けました。それはあれですか、僕に苦言というか、そういうのもあります。ちょっと本当クレームっすね。タイミングおかしいんじゃないかって。あれはちょっと本当に去年1年間だけやってきてこれかと、根尾がピッチングしたらもうそれかとちょっと思いました。そうですね、球団の方に言うときます。いや、今年も1年また、はい、あの去年以上の今年もたくさん登場できるように頑張ります。あのノリさんの打撃教室も一応アップしたんですけど、はい、改めてバッティングの目標。いや、バッティング今ちょっと悩んでるんで、はい、ノリさんに毎回聞いてるんですけど、迷いが今ちょっと生じてるんで、まあ、シーズンまでにはこうなんとか打ち方をものにして頑張りたいです。じゃあ福留さんとの対決は何度でも見てほしいということですね。いや、もういいんですよ。根尾のピッチング見てもらえれば。ブルペンで軽く145出しましたか。僕145もブルペンで出ない。お疲れ様でした。さよなら。